回になりますが、自己紹介及び政策理念の方をお願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。皆様お晩でございます。和田正宗でございます。本日はこの室内を作ってくれました都民青年会議所の皆様にまず御礼を申し上げます。そしてお忙しい中ご来場くださった会場の皆様にも御礼を申し上げます。私も実は青年会議所の会員、仙台青年会議所の会員でございまして、この都民、さらには県北の青年会議所の皆様とも地域のまちづくり、さらには青少年の健全育成ということにも取り組んでまいりました。青年会議所の三身長の中に奉仕という言葉がございます。今日震災復興がテーマでございますが、この震災復興に関してはもう皆様方もそうだと思いますが、政治家は特に奉仕の精神を持って何としてもこの復興を成し遂げる、そういったところに力を入れていく、これが当たり前でございます。私はずっと NHK 時代も被災地で2年間でおよそ2日に1遍300回以上取材をし放送してまいりましたが、震災以後も沿岸の被災地をずっと歩いて、ほぼ全ての仮設住宅の様子を見てまいりました。そういった歩いて皆様方のお話をたくさん聞いております。まだ新人ではございますけれども、そういった皆様方の聞いたお一方の声を、お一方お一方の声をしっかりと私は国政に反映をしていきたい、そのように考えております。本日この議論一生懸命頑張らせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。続きまして岡崎さんの方から自己紹介、政策理念の方をお願いいたします。どうも皆様こんばんは。ご紹介をいただきました参議院議員の岡崎富子でございます。この公開討論会にまずは主催をしてくださいました都民青年会議所の皆様、また会場にお越しくださいました皆様に心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。私は一貫して共に生きる社会、人に優しい、そして人を大切にする政治、こうした気持ちをしっかり持って政治に当たってまいりました。そして民主党は新しい綱領を作りました。その第一に共生社会、共に生きる社会ということを目標と掲げております。党の綱領には生活者、消費者、そして納税者、働く人たちの立場に立つということを表明をしているところでございます。実は昨日参議院の本会議で障害者差別解消法という法律が成立いたしました。国連の権利条約130カ国が批准をしておりますが、障害者を差別をしないという意味で国内法3つを整備する、その3つ目の法律になっております。先日元吉町を歩きましたときに、その障害を持っているお子さんたちの声を聞くことができました。その声にしっかり応えていかなければならないというふうに考えております。共に生きる社会を目指して、障害当事者、そして家族の皆さん、関係者の皆さんたちが待ちに待ったこの国会でぜひこれを成立させてほしいということに応えることができたのは大変嬉しいことでございました。あらゆる人の人権や尊厳を守って、また正義が実現されること、そのことに誇りを持って頑張っていきたいと思っております。はい、ありがとうございました。それでは矢口様の方から、自己紹介、政策理念の方をお願いいたします。はい、日本共産党の岩渕綾子です。29歳です。私は学校を卒業してからさまざまな仕事をしてきましたけれども、どこでも低賃金と働く環境はお世辞にも良かったとは言いませんでした。そんな中で働く環境を改善させようということで、会社にも働きかけ改善をさせてきました。その中で企業任せにしていてはなかなか働く環境は良くなっていかない、政治がしっかりと力を発揮して雇用のルール守らせて
安心して働ける環境を作る必要があると痛感をしてきました。今大学入学時から就職できるかどうかというふうに心配している若者がたくさんいます。新卒で就職しても過酷な長時間過密労働に駆り立てられて働き続けることができない状況です。これがブラック企業の温床になっていると思います。若者が将来に希望を持てるように安定した雇用の確保とまともに暮らせる賃金をということで訴えていきたいと思っています。それからデフレ不況を解決していくためには何よりも国民の所得を引き上げていかなければいけません。働く人の賃上げや国民の所得を増やす政策へと切り替えて経済の7割占めている家計消費を元気にして実体経済の伴った景気回復への道へと進めていきたいと思います。国民の暮らしを壊して経済をどん底に突き落とす消費税の増税と社会保障の切り捨ても、それから TPP 交渉参加、国民の人権を制限するような憲法を改定、原発再稼働は絶対にストップをさせるために頑張りたいと思っています。それから被災地の声、被災者の願いを国政に届けるために全力を挙げて頑張りたいと思っています。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。続きまして、愛知さんの方から、自己紹介と政策委員の方をお願いいたします。はい、皆さん改めましてこんばんは。本日はお招きをいただきましてありがとうございます。限られた時間でありますけれどもよろしくお願いいたします。改めて申し上げます。私は自由民主党に所属をしております。そして初当選以来この自由民主党をしっかり改革をして本当に信頼される政党にならなくちゃいけない、その思いで頑張ってきました。今でもその気持ちは変わらないですし、まだまだやらなければいけないことたくさんあると思います。一方で国民の皆さんにこれは6年前からでありますけれども、やはり厳しい審判をいただき自民党3年3ヶ月の間ギアすることになりました。今自民党を多くの支持をいただいているようですけれども、これはあくまでも消極的な見方だと謙虚に受け止めなければいけません。そのギアした3年3ヶ月しっかりと反省をし教訓としてこれから生かしていかなければいけないと考えています。一方で今政治に求められているのはやはり安定だと思います。しっかりとした安定した政権の下でさまざまな政策取り組んでいかなければいけません。その一つが景気経済の回復であります。アベノミクスいろいろ問題あると指摘もされておりますけれども、まだ半年しか経っておりません。半年で景気回復ができるほど甘くはないと考えています。これからあらゆる政策を総動員してしっかりと景気経済回復を本物にしていかなければいけないと考えています。その上で我々にとって一番大きなテーマであります震災の復旧復興、これを推し進めていかなければいけない、後押しをしていかなければいけないと考えています。今日のテーマでもありますが、特に優先順位をつけてしっかりと一つ一つの政策取り組んで実行していかなければいけないと思います。最後になりますけれども、また国にとって大きな岐路に立っていると思います。改めて一番国の基本である安全保障を見直さなければいけないとも考えています。外交防衛上の安全保障しっかりとそれを含めて頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続きまして西勝さんの方が、自己紹介政策理念の方をお願いいたします。皆様こんばんは。幸福実現党の西勝のり子と申します。本日はこのような機会をお与えいただき本当に感謝しております。またお忙しい中足を運んでいただき心より感謝申し上げます。ありがとうございます。私は出身は青森県ですが宮城県に住んで22年となります。この県北の地方では笠井家の勝利を願ってこの西勝の木が植えられてたということでとてもご縁を感じております。私は主婦の立場ではありますが、主婦の立場だからこそ分かることがある、また県民国民の皆様の立場に立って感じることがあると思い、そしてまたこの日本を、そしてこの宮城県をこよなく愛する者の一人としてお役に立たせていただきたいと思い、この度このような立場に立たせていただきました。宮城県で、最初に宮城県に来た時にこの宮城の皆様が、自分のことをすごく
自分の県のことをすごく愛していらっしゃって、また誇りに思っているということに私はとても魅力を感じました。この宮城のために、この震災がありましたこの宮城ですが、どうぞこの、もっと発展をして、皆様の、この日本の力になっていくような、そんな県になるように私も力になってまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。自己紹介、政策理念の方を一通りこれで終えさせていただきまして、続きまして、